ははいこんにちはボーノです今日はフュージョン3 6 0で作ったものを紹介メカヤじゃなくてもサクサク使える万能 3DCAD ということで話をしていきたいと思いますと今日のトピックは主にこの2つになっていてまずはフュージョン3 6 0って何かっていうところとフュージョン3 6 0でできることを簡単に紹介していきたいと思っています まず簡単に自己紹介をさせていただくと、私はボーノという名前で、普段はハードウェアエンジニアをやっています。テクノロジーとか電子工作ネタを中心に情報発信をしていて、電子工作好きが功そ奏して、最近では CQ 出版発行のインターフェース2021年7月号に IoT 地球儀っていう特集で寄稿させていただいたこともあります。 でこれは IoT 初心者向けにどういった形で物を作っていけばいいかというところがオーラ的に分かるようになっているのでこちらもぜひ興味のある方は見てみてくださいそれでは今回の動画の背景なんですけど、まあ、私は普段一1人で電子工作をやっているんですけど、まあ、1人でやるとソフト設計とか回路設計とか筐体設計、まあ、これらは全部自分でやらないといけないんですねその中で、まあ、筐体設計ってまあいろんなソフトがあるんですけどもその中で見つけたのが Fusion360 っていうソフトでした で、これ、まあ、めちゃくちゃ良くて、メカヤじゃない自分でもサクサク使えたので、まあ、おすすめだなと思って、今回紹介することにしました。はい、それでは、えっ、ー、と、Fusion360 って何かっていうところを話をしていきます。万能の 3DCAD ツールですね、一言で言うと。で、特徴は主に3つあるかと思ってて、まずは超多機能っていうところですね。 でこのソフトって産業とか自動車業界でもよく使われてるみたいで本当に機能が豊富なんですね電子工作をやる中でなかなかまあいろんな機能は使わないかもしれないんですけど、まあ、大体まあ自分がやりたいと思ったことは、えー、と実装できると思っていただいていいです、まあ、例えばその鏡面設計だったり、まあ、その局面をまあうまく滑らかに設計する とかあとは断面をカットして中身を見れるようにしたりとかそういった機能はあらかじめ入っています、まあ、直感的に動かせるのでメーカヤじゃない自分でもすぐに操作可能でした、まあ、3DCAD ってなかなかやっぱり操作性が一つのネックなんですけどと、まあ、割かし、まあ、いろんな 3DCAD を使った中でも Fusion360 は比較的操作しやすくて、まあ、割と直感的に使えるかなと思ったので、まあ、一度試してみてはいかがでしょうか あと3つ目は無料っていうところですね。まあ、これだけ機能も揃って、でソフト自体もまあ洗練されて使いやすいんですけど、ホビー用途であれば無料で使い放題なんですね。はい、ということで、これらの特徴が揃ったのが Fusion 360っていう話でした。で、もうちょっと具体的に言うと、電子工作用途では主にまこういう使い方になるかなと思っています。まずは 3D プリンターへの出力ですね。 これがまあメインになるかなと思うんですけど自分で筐体を設計して、まあ、実際にそれを試作する上ではやっぱり 3D プリンターっていうのが一番相性がいいですねであとは 3D プリンターで出力しないまでも1人でブレストする用途でも結構使います紙って限界があってどういった部品をまどういうふうに組めばいいかなとその実現性どうかなっていうところを考えるときには やっぱり紙よりもこういった 3DCAD を使った方が検証しやすくてイメージも膨らみます。アイデア帳みたいに使えるっていうところもまあ押さえておいてください。それでは実際に Fusion360 を使って作ったものをいくつか紹介していきたいと思います。それではここからはパソコンの画面を使って話をしていきます。はい、それではいくつか紹介していきます。 まずこちらは自作したガジェットでカクテルキューブっていう氷型のガジェットになりますこのガジェットがどういうものかっていうところはまた別の動画で紹介しているのでそちらを見てほしいんですけどこのガジェットを作るときも私は Fusion360 を使って筐体設計をしましたこれ中身がどうなっているかっていうと、まあ、Fusion360 ってこういったように断面解析もすることができるので中身も簡単に見ることができますとで中身を見てみるといくつかの 層別に分かれていて一番下の階層にカラーセンサーが組み込まれていてでその上に、えっとまあ、氷なので、えっとまあ、氷の代わりになる、えっと、冷やしたものを、まあ、ケースが入れられるようになっていますでその上に Bluetooth 用の基板があってでこれでスマホと通信できるようになっていますでその上にコイン電池があってあとは電源用のスイッチがあります で、これがこの氷の中に閉じ込められていて、カクテルの中にこの氷型のガジェットを入れるっていうような使い方をしています。で、次に、MIMI っていう子供見守り用のガジェットを作った時のものです。で、これもさっきのカクテルキューブと同じく、g u g n っていうハードウェアコンテストに応募した時に作ったものになります。で、これも他の動画で使い方を紹介しているので、そちらも こちらをぜひ見てみてみくださいで簡単に中身を紹介しておくと断面を見てみますと、まあ、このようになっていましてでちょっとレベルを変えてみますと、まあ、こんな感じになっていますでちょっとこの辺で見てみますけど、まあ、ラズベリーパイがあってあとは中継基板とあとは配線類があって頭の部分と銅の部分を ぶっつけるための磁石がこここに5箇所でこのレイヤーでは見,て見れないんですけど、ソラコムエアがここ,にここにあって、あとはリチウムイオン電池と、あとその制御基板がこの部分にあります。はい、このもうちょっと下のレイヤーになると出てきましたね。これくらいいろんなものを詰めると、やっぱり紙だとなかなか難しくて、こういったように 3DCAD が本領を発揮できるところだと思うので、この時は本当に Fusion360 は重宝しました。 のミミの像のデザインどうしたかっていうと一番初めはこういったように 2D のただの画像でしたねただのイラストを立体的に起こして Fusion360 のこのフォームを作成っていう機能を使ってこれだと局面を作ることができるので局面にいい感じにしてこの MIMI ミミの筐体を作っていきました次に紹介するのはデジタルマージャンっていうガジェットを考えた時の ものになりますこれ、まあ、実際は作ってないんですけどブ簡単に言うとマージャンをデジタル化したものなんですけど、まあ、当時結構マージャンをやってた時があって全自動じゃんたこよく使ってたんですけどやっぱりうるさくてまあでかいので家にもなかなか置けないっていうところがあったので、まあ、デジタル化をして全自動マージャンみたいな機能を持ったマージャンを作れないかなと思って考えた時のものです。 マットとハイがペアになっていてハイの中はこのようにいくつかの素子からなっています。これ分かりづらいんですけどコイルがいろんなところに設置されていてリチウムン電池とかあとディスプレイが組み込まれています。マットの方にもコイルがあって、まあ、iPhone を充電するみたいにここにハイを置くことで。 マット側から電源が供給されてこのディスプレイに灰が映し出されるみたいなシステムを考えていましたただこれ、えっと、予算が1個の灰で2000円とか3000円とかしてしまったのでなかなか実現性が乏しくて計画としては頓んだしていますこういったように、まあ、ブレストをする時に使えるので便利なソフトなので、まあ、紹介してみました あとこれもブレストで全然、まあ、途中なんですけど、まあ、枕用のガジェットを作るときに、まあ、どこにどう配置するかっていうところを考えるときに Fusion360 を使っています。あとはおまけなんですけど Fusion360 って物も,も動かすことができて、まあ、こういったように、えっと、ある部分が連結しているっていうところも情報として入れることができて ある場所を動かすと、他の部分がまあどういう風に動くかっていうところも検討することができます。これもまあこの機能を使って何か作りたいなと思って。これはまだ途中なんですけど、まあその機能の紹介でした。はい、ということでまあいくつか。 パソコンのの画面をを使っってて作たたものを紹介ししきましたいくつかま紹介してきたんですけど、まあ、一番伝えたいこととしてはと、まあ、とにかく楽しいいっていうとこ,です、ねとまあ、このソフトって最初にも言ったんですけど直感的に使えるので、まあ、サクサク自分の頭の中のイメージがどんどん具現化されていくのでイメージも本当にどんどん膨らんで、まあ、どんどん自分のアイデアをブラッシュアップしていけます。 まあこういった感覚ってやっぱり触ってみないとなかなか実感できないので、まあ、何度も言いますけど、まあ、無料なので一度ダウンロードして触ってみてください。で最後なんですけどおすすめの本を紹介したいと思います。私はこの Fusion360 モデリングマスターっていう本をよく見ていました。でこの本はスマホスタンドとか小物入れとか、まあ、ハンズオン形式で作っていって基本的な流れを覚えることができます。 初心者向けに書かれていて非常に分かりやすいのでおすすめですそれでは最後にまとめですフュージョン360はミカヤ以外にもおすすめな版の 3D キャドです 3D プリンターを使いたい方あとはまあそこまでいかなくてもブレストしたい方なんかは是非使ってみてください、はい、それではこの動画は以上となりますこのチャンネルではテクノロジーを中心に電子工作ネタとかを情報発信をしています もし興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとはコメントとかグッドボタンもぜひお待ちしております。それでは今日は以上です。